どうも、現役教師 YouTuber のこうです。このチャンネルでは先生や大学生の方に役立つ情報を配信しております。さあ、もうすぐゴールデンウィークですね。はい、もうちょっとですので皆さん頑張りましょう。はい、僕も頑張ります。はい、そんなゴールデンウィークでぜひ行ってほしい場所、教師が行くべき場所を3つ紹介させていただきます。一つでもなるほどなとか、おお、これは確かになと思ったことありましたら、いいねチャンネル登録の方よろしくお願いします。ポイントは、教師の仮面を脱ぎ捨て本来の自分になるです。では早速参りましょう。では1つ目です。教師がゴールデンウィークに行くべき場所1つ目は銭湯です。はい、今ねサウナブームということで結構行ってみえる方、特に男性の方行ってみえるかもしれません。はい、傾向として多いかもしれませんね。はい、銭湯ね、僕もサウナ入ることありますが、サウナじゃなくてもこう湯に長時間しっかり体を浸からせるだけでもかなりリラックスできます。はい、それをね、のぼせたら一回外出てでまた入ってというのを繰り返すと本当にね、こんにゃくかっていうぐらい体ふにゃふにゃになりますので、すごくね、気持ちも体もリラックスできます。はい、ぜひね、行ってみてほしいなと思います。僕もね、春休み行ってきたんですけども、かなりリフレッシュできましたね。はい、やっぱ体以上に気持ちがすごく落ち着きました。ぜひ皆さんに行ってほしい場所、銭湯です。さあ、2つ目、教師がゴールデンウィークに行くべき場所2つ目は美術館です。はい、美術館なかなかね、行かれないかもしれませんが、めっちゃ楽しいですよ。もうぜひ行ってほしいです。これなんでかというとですね、この今までですね、自分の中の正解が崩されるんですね。自分はこれが正解だと思ってたんですけども、あれ、これってこんな考え方もあるんだとか、絵を見た時、造形を見た時になんでこんなことをしたのかとか、作者ってどういう生き方してきたのとか、なんでこんな色使いにしたの、なんでこんな形にしたのっていう、すごく問いが生まれるんですよね。その問い生まれるところがすごく大事かなと、教師にとっては大事かなと思います。うん、それはまあやっぱ問いを考えていく、授業の中で問いを考えていく上でも大事になってくるかなと、そういう目線、視点が大事になってくるかなと思いますし、そもそもそういう凝り固まった考えをほぐしていくということが美術館ではできるので、ぜひゴールデンウィークに行ってきてほしいなと思います。これはまあ僕は県の美術館がまあ割かし近いので行ってるんですけども、まあ別に県じゃなくてもどの美術館でもいいです、市でもいいですし町でもいいですけども、ぜひそこに行っていろんな感覚に触れてほしいなと思って美術館を2つ目に挙げさせていただきました。さあ、3つ目は整体です。なかなかね、これもまた行かれない方、特に若い方ね、行かれない方多いかと思いますが、やっぱね、30代40代になってくると体にガタきます。で、体にガタくる原因が実は体の歪みからくるものだったりとかするんですよね。腰が痛い、首が痛い、肩痛いとかっていうのがあると思うんですけども、やっぱその骨盤がずれて歩き方が悪くて腰が痛くなるとか、で姿勢がもう悪い、もともと悪くって、それが原因で首が肩が痛くなるとか、そういうことがありますので、もう整形というか整体に行ってもう根本を治してもらうと、いうところがすごく大事になってきます。ね、接骨院とか、まあなんか針とかね、そういうので、まあ、あとマッサージとかね、一瞬気持ちいいですよね。気持ちいいんでいいんですけど、しばらくするとすぐ治っちゃうんですよ。まあ、整体も、まあ、すぐ治っちゃうっちゃ治っちゃうんですけども、でも根本を、取り除いてくれるので、かなりこう接骨院や、まあ、針とかマッサージよりもすごく長くこの効果が持ちます。ちょっとね、4、5000円してもしくは6000円してちょっと高いんですけど、そこはまあ例えば1年間に3回ぐらい、長期休みの時に1回行くっていう風にすると、すごくね、まあそうやって考えるとコスパも悪くないかなという風に思いますので、ぜひ整体に行ってみてほしいなと思います。はい、ということで、教師がゴールデンウィークに行くべき場所を3つ挙げさせていただきました。1つ目は、銭湯、2つ目は、美術館、3つ目は整体ということで挙げさせていただきました。この3つ共通するところはですね、2つあります。1つはデジタルデトックスできるんですよね。基本的にスマホを触らない場所なんですよ。
はい、なので、変なこういう煩悩というか、ね、自分の嫉妬とかそういう、無駄な執着から、遠ざかることができるというところがポイントです。2つ目は教師デトックスです。これは最初に言ってたポイントなんですけども、教師という仮面を脱ぎ捨て一人の人間としての時間を楽しむことができるんですね。それは例えばテーマパークとか、ね、ディズニーランドとか行った時にも、まあ、これ脱ぎ捨てることができるし他の時にもできるんですけども、これはもう、すごくリラックスをできすごくリラックスができるので、もう強制的にこう仮面を剥ぎ取ることができるんですね。そして仮面を剥ぎ取った後にもうすごく本来の自分としてリラックスできるというところが非常にポイントです。ぜひそういうところをね、やっていただいて、また教師の仮面をかぶるというか、ね、教師の自分にゴールデンウィークを戻って夏休みまで、ぜひ一生懸命、一緒に働いていけたらと思っております。以上です。はい、ということで、教師がゴールデンウィークに行くべき場所ベスト3についてお話をさせていただきました。そっちでもなるほどなとか、お、これ使えそうだなということありましたら、いいねチャンネル登録の方またよろしくお願いします。ゴールデンウィークは今日はなかなか大変ですけども、また一緒に頑張っていきましょう。それではありがとうございました。ではまた。